はい、それではですね、今回はこちらですね FX30 でですね撮影をしてみております。それでですね、この FX30 でちょっとですね本日はこだわったというかですね、試してみたいものがあって、こちらで撮影していくので、この後説明していきたいと思いますね。はい、皆さんいつもご視聴いただき本当にありがとうございます。こちらのチャンネルではですね、このようにカメラですね、写真や動画とのことを楽しんでおりまして、一緒に楽しんでいっていただける方はぜひチャンネルのご登録をお願いしたいと思っております。またですね、私のコメントでコミュニケーションいただけますと嬉しく思いますので、よろしくお願いいたします。今はですね、周りに人いないのでマスク外してちょっと息をしっかりと吸ってるんですけど、なんかアレルギー持ってるのでいいのかなって微妙な気持ちになってしてしまうのが最近ですね。マスクをしていて体調がアレルギーがあまり出なくなってきているというところのジレンマになっちゃってますね。はい、ということでですね、普通に持ち直しまして、本日ですね撮影しているのはですね HLG ですね、ハイブリッド6ガンマで撮影しております。で、先日はですね S5 で撮影した時はHLG で撮影して HDR で編集した後に SDR で書き出しをして YouTube にアップしたので、なんとなく分かりにくかったかもしれないんですが、今回はですねその色の捉え方っていうのをですね、そのままちゃんと HDR 動画として YouTube にアップしてみたいなって思っております。それがどのようにですね生きてくるかっていうのを本日は試してみたいなというところですね。このように木々と青空と、おそらくダイナミックレンジも相当広く撮れてるんじゃないかなっていうふうに思うので、そういうところですね、私の腕でしっかりと編集できるかどうかっていうのはまた別の話として楽しんでみてですね、こういう動画が撮れるんだって皆さんに見ていただきたいなというのが本日の流れになります。それでですね、本日この新宿御苑で収録をしておりますので、ちょっとですね方々お散歩しながら試していってみたいと思いますね。まずはですね、こちらの手前の緑ですね、これと奥の青空および芝生の緑とですね、どういう風に映ってるかなって試してみております。で、この後歩きながらですね、今子供たちが向こうで遊んでいるので、そちらの方に行ってみようと思います。で、今日はできるだけですねこの静かに歩いて、手ブレ補正の効き方とか、この FX30 で撮れる動画っていうのも見ていただきたいなと思っておりますね。お日様がですね出ているところと出てないところとありまして、出ているところはこのように鮮やかなですね色になってるんですが、出ていないところはちょっとこういう風にですね見えにくいですね色合いになってますね。で、これでうちの子供たちが今遊んでる方にちょこっと行ってみようと思います。で、そこからですね撮影するとまただいぶですね景色が違うんですよ。さっきのところは日が入ってなかったんですけど、こっちはちゃんと日が入っているので、結構ですね見え方が変わってきます。はい、このようになってますね。青空、はい、青空こっちの方がいいかな。青空と真ん中の大きな木と白い雲と日の入っている芝生、奥の方ですね手前側は日陰になってます。こういう感じなので、またですねその色がしっかりと見れるんじゃないかなと思いますね。で、今はこの緑ばかりなんですけど、この後川沿いの方と、川じゃないや、池の方とか行ってみたいと思います。それでですね、本日からニコンの Z30 のですねモフモフウィンドマフですね、そちらを装着して声の方を収録してみてますが、いかがでしょうか。風音カットの方ですね、オートからオフにできるので、風が吹いてもですねそんなに音が悪くなりにくいんじゃないかなと思います。はい、こちらですね、このようにですね日が当たっている緑とその背景とですね、どういうふうに映ってるかなと思いますね。HLG のですねこう編集っていうのをですね、私もこういろんな動画なり書籍なりを見て勉強をして試しているだけなので、正しいかどうかもまだ正直分かってないし、 YouTube にちゃんとですねアップできてるかも分からないんですよ。でもですね、なんかそういうのを楽しんで一歩ずつ前進していくという行動も大事なんじゃないかなというふうに思います。はい、そうしたら子供たちがなんか遊んでるので、そっちを撮影してみてと思いますね。はい、こんな感じで子供たちは自由ですね。はい、それではですね、このようにですね、木の実ですね、この辺りをこうちょっと寄ってですね、撮影してみております。いかがでしょうか。こういうふうにバッと動かすだけでもですね、オートフォーカス合ってくれるのとってもいいですよね。気が楽です。でこうぐーっと光学ズーム、はい、でここからですね超解像ズームになって 1.5 倍までいって、でここからデジタルズームですね。でグググと寄っていくとここまで寄れてしまいます。こういう使い方もですね非常に便利ですよね。でこの手元にですねカメラでいうとこのシャッターボタンのところにズームレバーが配置されていて、人差し指一つでそちらも操作ができるんですね。これも私とても便利なところだと思っております。で今日の雲はですねちょっと平ら、まああんまりこう陰影のない雲なので、いっぱいですねこの色情報があっても見栄えってあんま変わんないかもしれないんですけど、青空とともに残しておこうかなと思います。それではですね、今ですね画面中央部にカワセミがいます。うちの娘が見つけてくれたんですけど、これからですねちょっとズームして寄っていってみたいと思います。ぐーっとぐぐぐぐっと、これでどれぐらい映ってますかね。ちょうど中央部の岩の上ですね、橋のところにちょこんと小さい鳥が止まってるんですけど、あれカワセミですね。なかなかですね狙ってると会えないので、たまにこう見つけられると撮影できてよかったって思う鳥の私の中では代表ですね。可愛いですね、小さくて。超広角ですね、10ミリに戻すとこんな映像です。で寄っていくと超解像ズームから電子ズームでここまで寄ることができて、ここの中央部にカワセミがいますね。と続きましてこちらですね、木漏れ日ですね。木漏れ日の光ですねっていうのをどういうふうに捉えてるかなと思います。で続いてですね芝生の方ちょっと行ってみたいと思いますね。このように手前の木はですねしっかりと日が当たっていて、さらに手前は光がほぼ入っておらず、で手前の右側の木はですねあんまりですね光が当たってないんですけど、半分だけ当たっているような感じです。でここからぐるーっとパンして、こちらの真ん中の木はですねしっかりと光が当たっていて紅葉してたりとかします。ちょっとグググッとズームして、でこれでですねどのようなこの光の感じになってるかなっていうのを見てみたいと思いますね。はい、このようにですね薄暗い道をちょっと歩いてみております。ここであんまりですねこう激しく歩かずに、まあこの忍者歩きまでいかないですけど丁寧に歩いてみておりますが、写りの方はいかがでしょうか。このような感じですね。で普通に歩くとこんな感じです。まあ、移動速度が3分の1以下に落ちちゃうのでちょっとあんまり対応はできないんですけど、こういうふうにですねしっかりと手ぶれ補正が効いてくれるので、あんまりですね気をつかずに撮影を楽しむことができるのがこの FX30 のとってもいいところです。この辺もですねとっても色鮮やかなところですね。太陽光が入ったりだとか入らなかったりだとかで色味も変わります。で空と太陽光と緑とですね幅広く色が表現できてるといいなというふうに思って撮影をしておりますね。これですね紫式部が生えてましたね。可愛いですね。このようにですねこの休憩所がですね今改装中みたいですね。何か別の施設になるんでしょうか。でこちらの方に行きますとですね水源みたいなところがあって、なかなか綺麗でですね私はたびたび来ております。今は水止まっちゃってるのかな、あんまり流れてる感じはしないですね。ここですね他のカメラでもたびたびここは撮影に来ておりますので、見たことある方もいらっしゃるかなとは思いますね。こんな感じですね。で水の中にいっぱい何か生き物がいてですねちょんちょん動いてますね。でこっちの方流れに沿って行ってみたいと思います。とこのようなですねちょっと山道のようなところを歩いてみております。ここからもですねこのように日の光が入ってちょっとしっかりとした色合いが見れるんじゃないかなと思います。で水面はどのように映ってますでしょうか。ではですねまた進んでいってみたいと思います。こちらのですね FX30 とっても面白くて、こう動画を上げて皆さんにこうコメントをいただいてですね、とてもやっぱり感じてることが、このパワーズームのですね10から20ミリまでの F4 の G レンズですね、こちら本当万能なんですけど、代わりにですねその若干暗いというのがですねやっぱありまして、そこがですねまあこうせっかく使っていくんだったら明るいレンズも欲しいよなっていうふうに今思ってはおります。でそのうちおそらく買ってはしまうであろうと思うんですが、じゃあですねその明るいレンズを買うためのお金があるのかという話になってくると、まあ、今ではないなっていうのが私の中での答えになってますね。ただ近いうちにですねそういうレンズっていうのも買ってまた試せればいいなというふうに思っております。夏場と違ってですねこの川の流れがなくてですね、とってもですね静かな水面になっております。でここ亀とかですねあったかい時期いっぱいいるんですけど寝ちゃってるんですかね。またちょっと奥の方に行ってみようと思います。はい、この真ん中の石なんですけどね、ここよくですね亀が寝ていた場所なんですけど、今はその感じも全くありませんね。でガマの方ですね、ガマの方がいっぱいあります。で取りやすいところにないかな、この真ん中良さそうだな。はい、このような感じですね。ガマの方にぐーっと近づいてみました。こちらもですねどのように映ってるかなって思いますね。結構この辺もですね色彩豊かな場所なので綺麗に映ってくれてると嬉しいです。こちらにホトトギスの花が咲いておりました。いっぱいですねこの背景の方もホトトギスで咲いていますね。でこの後ですねちょっとタップトラッキングですね、ポッとでこっちに移動、このね背面液晶でですねピントを操作できるのもなかなか面白いですね。新宿御苑でですねこのようにお花から景色いろいろと撮影してみました。この HDR での動画はいかがでしたでしょうか。このようになっております。Very well done.そうしましたらですね、同じ画角同じ場所でこの HLG の撮影モードでどう違うのかちょっと遊んでみようと思います。今がですね HLG の3ですね。で21無印と変えていってみたいと思います。こちらがですね HLG の2になりますね。どのように違うのかなと思います。色の付け方とかそういうのですね、同じにしていこうと思います。こちらが HLG の1になりますね。結構違うのかな、どうなのかな、ちょっと後でですね見てみるのが楽しみですね。それでこちらがですね HLG になります。無印ですね。でこの後また3に戻してみますね。こちらが HLG3 になります。細かい本体内での設定とかそういうのもですね、まだ私このですね FX30 を持って期間が短いので特にこうセッティングとか楽しめてないんですけど、これからですねこういったものもいろいろ楽しみながら好みの設定っていうのを探っていきたいと思います。スタート。もうすぐですね新宿御苑帰ろうと思うんですけど、こちらのですね素敵なカフェがありましたので、ここでコーヒーだけいただいていこうと思います。そしたらこちらのコーヒーがですね今届きまして飲んでみたいと思います。あとですねこちらですね、よいしょ、はい、このチョコのフィナンシェですねもありましたので一緒に頼んでみました。ではいただいてみたいと思います。はい、夜になって手持ちでですね撮影してみております。でこういうですね明暗差の激しいところでこの HLG での撮影っていうのは特徴が出るかなと思うので、そちらの方ですね編集してみるのが楽しみです。はい、このようにですね新宿の夜景ですねを撮影しながら歩いてみております。どのように映ってますでしょうか。それではですね、ここがですね一番撮影してみたかった場所なんですけど、写りとかいかがでしょうか。このようにですねなんか新宿っていうとここかなみたいな感じの場所なんです、私にとっては。ペンギン広場からですねこのように撮影する、このタイムズスクエア、高島屋タイムズスクエアはですねとっても綺麗なのでお気に入りのですね撮影スポットとなってますね。はい、これでですね、本日いろいろ撮影してみたっていうのは終了になりますけど、またですね、この HLG での撮影いろいろ試してみてみたいと思います。じゃあちょっとこちらに座りまして、はい、それではですね、こちらのチャンネルではこのようにですね、カメラですね、写真や動画とのことを楽しんでおります。一緒に楽しんでいっていただける方はぜひチャンネルのご登録と私の励みになりますので、グッドボタンですねいただければと思います。またですね、冒頭申し上げましたけど、コメントとで仲良くコミュニケーションいただけますと嬉しく思いますのでお待ちしております。ということでですね、本日はこう HLG 撮影、HDR ですねで動画を収めてみていろいろ楽しんでみましたけど、いかがでしたでしょうか。この FX30、 本当私の中でかなりですねこう心を揺さぶるというかですね、すごくドンピシャなボディなんですよね。サイズもいいし性能もですね、なんか今までこう手ぶれ補正弱いよそにみたいな感じだったのが、とってもですねしっかりとしてるし、でクロップ率とかも小さくて、いろんなレンズを使っていてもそんなにこう不快なほどクロップされてしまうということもないんですよ。というですね、こう世代がちょっと変わった印象があって、これからどんどん使っていってみたいなというところで、他のカメラに対するこの気持ちっていうのもちょっといろいろごちゃごちゃしているところがあってですね、これからですねまたそういったお話もしていってみたいと思います。はい、それではですね、今ですねまた日が出てきてビルの方が綺麗だったので、この木を映しながらお別れさせていただきたいと思います。最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。失礼いたします。バイバーイ。